ブネー王寮紛糾前景。ブネー王寮は、大韓民国中西南道甲州市にある古墳。そう、山里古墳群を構成する古墳の一つ。くだら第25代王のブネー王とその王妃の三さぎとされる。1971年に、それまでに発掘された古墳群に溜まる水を抜く設備を整える工事中に、偶然、ブネー王寮が発見された。 母子木管1971年に、中世南道甲州市の僧、山里古墳群から母子が出土し、王母が特定された。母子には、名刀大将軍くだら各朝王、年62歳、希望年5月日の犬ちな7日人身法いたる、と記され、王の生没年が判明する貴重な資料となっている。古墳は王妃を合奏した、戦出墳で、 関在が日本にしか自生しない、高山木と判明したことも大きな話題となった。このほか、金冠の耳飾り、金箔を施した枕、足の背、官職などの金細工製品、中国南朝から白菜した、銅鏡、陶磁器など、約三千点、近い華麗な遺物が出土した。付近はそう、山里古墳群として、くだらが甲州を王都とした、時期の王と王族の墓が、 約10基あり、これまで1号分から7号分まで発掘されている。1号分から5号分は、石造りの横穴式石室構造で、船横両と6号分は、レンガ造りである。船横両と、そ山里古墳の周辺に、出土した文物を展示する、博物館、展示館がある。くだら歴史石地区有心時代層、山里古墳群、くだら世界遺産センター、 2019年4月22日閲覧。そう、山里古墳群と舟王領。甲州史文化観光課。2015年5月18日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年5月17日閲覧。国立甲州博物館。舟王領の内部沈没十万が玉、ま。下二段は、金の装飾付き王の金星の髪飾り。ありがとうございます。